皆さんこんこにちは、小です本日はですね、えー、ガラス水槽のですね上部フィルター改造水切りストッキングということでやらせていただきます。えー、今回私がこの水切りストッキングを使っての改造を思いついたのはですね私今あのー、まあ800のプラ舟とか400のプラトなどをまあやってるわけなんですけれども。 えそれでですね、800の方でテストしたわけなんですよね。この水切りストッキング使ってえろ過したらどの程度までまああの小さいゴミとかですね、小さい糞などですね取れるかということをやったわけなんです。その結果ですね、非常にですね効果が出たんですよね。それでですね、これ水槽にも使えるかなという形でえ考えたわけなんです。 まあ、あご覧のようにです、ねえー、こういうあの水槽の水,です、ね、水が、えー、上部フィルターに出てくる場所ですね、ここのところにかぶせるだけなんですよね、1個、これはです、ねえー、4枚重ねでやっております、水切りストッキングを4枚ですね、そしてそれを、まあ、洗濯ばさみで、えーまあ、あの絞ってるわけなんですけれども。 まあこういった形でゴムでもできるわけなんですよね。輪ゴムでもですね。そして、えー、そ,うそうするだけでですね、えーまあ、あの小さなゴミとかですね、小さな糞などがですね、もうあの半分以上は取れますね、間違いなく、この1箇所だけでですね、それは私がもうテストをして実証済みです。こういった形ででですすね、ね、やればです、ね ろ,ろ過層ですね上部フィルターのろ過の方にですね、えー、非常にですね、えーまあ、負担がかからないということですよねですので私はですね今回やった結果を踏まえてですねガラス水槽をやっておられる方にですねこういったですね上部フィルターに水切りストッキングを使うということを勧めたいなと思って、えー、今回動画を上げました、まあ、この 水切りストッキング50万入って200円程度で買えますのでなおかつあの非常に強いんですよね破れにくいんですよねこれはもともと台所の,あのシンクとか合図で使うようなものなんですけれどもまあ引き,引き裂けば破れるかもしれませんけどまあ普通に丁寧にやればですねいや,いや本当にあの持ちますよねこういったものをですね、えー、今回ですね、えー、ご紹介しました まあ皆さんもですねぜひ使ってみたら良さがわかると思います。